S 山、うん、ここでこっそり撮影になるけど、ジャンティークさんですよね。ジャンティークさんで今日はね、何でしたっけ、のびくんがね、なんか毎週日曜日にラジオがなんかこうやられてるってことで、なんかね見てたら結構いい感じなんで腹立つなと思ってちょっと乱入してこようかなと思ってるんで、軽くねサクッといいでしょ、5分ぐらいの企画で乱入して、ドッキリをねバーッと俺がこうガラス張りなんでバーッてやったらびっくりするかどうか、ちょっとやってこようかなそうもういいから、これに見えるかな、これがあるんですけど、ここがちょっとガラスになってるんですよ。ガラスなんで、このガラスのところに俺が現れるとこいつびっくりするかなみたいなちょっとやろうかなって、早速行ってきます。じゃあ Call you my everything, call you my baby, you're the only one who runs my world. I remember this night we had outside on the grass, us two. We were.Gazing up at stars, we smiled as my eyes slowly turned towards you. I knew there was no one else I needed, and my love's never felt this way. I wasn't too sure if you mind. I was nervous, but I had to say, Can I call you my own? And can I call you my lover? Call you my one and only girl?あんまりね、びっくりしてくれなかったですね。びっくりしてたかな、してました。そもそも人が来ると思ってないっぽい、なんかどうしようみたいな感じで、もうじゃんけんしたけど、とりあえず準備でこういうそう、初め俺が負けたけどどうしようかと思ったなんだこれみたいな、もうあっち向いてほいってガラスで突き指とかするね。確かに、どうしたか、そのぐらいで来たかっていうね。あ、来た今日の主役、今日の主役の MOBI の B、 イエーイ。カメラどこなんですか。なんでやってるんですか、こんなこと。お疲れ様です。びっくりしたっすか、その前に。今日いや、びっくりするでしょ。びっくりした、びっくりした。あれびっくりするよ、萩野のね、中心プレイヤーでございます。楽しくやってる。毎週やってるの。毎週日曜日。これ何のあれでやってるんですか。サイトこれ。サイトは Twitch で配信をしてて、で最初はまあ結局コロナでイベントっていうかね、DJ がもうほとんどできなくなって、それは多分どこの街も一緒で、そうね、それで、そのじゃあどうするかっていうので、例えば音鳴らしとかね、音を流すとか、自分の活動をこうね、何かしらやりたいっていうので、モチベーションを受けてるんですね。でもそれは多分なんかプレイヤーはみんな、あれ絶対あると思う。何かしなきゃ。ごめん、話の途中悪いけど、この椅子めっちゃすごいね。こうしたらなんかこうずれるの。こういいね。それもですよ。こういや下もずれるの、下も一緒に。あ、違う？あ、ずれる。ずれるでしょ。この椅子めっちゃいい。伸びる。この椅子めっちゃいいです。これが今撮ってる画面です。これこっちですか？こっちですか？これ確認用。あ、ありがとうございます。これいつからやったの？この9月ぐらいかな。毎週？毎週なんか。これが多分ここに入ってます。2ヶ月目に。のび君元気そうやね。元気っすよ。ハギシティロッカーズめっちゃいいやん。ちょっとただこの。もういやね、俺が来るの分かってたの。いや。能力者やろ、何が。リークがあったね。流行りのリーク。これはハギの。
バンドの、うん、ショーディビーにバンドを、バンドの、そう、シャツのバンドが作った、すみません、なんですかこれ、ちょっと話して、今日なんとかしない、宣言いかんみたいなの、大丈夫、ハギはもう大丈夫だから、これちょっといいですか、見せて、これなんてやつ、これ、これ何でしたっけ、メニュー、ジェラートコーンカフェ、ジェラートコーンカフェ、これめっちゃうまそう、食べてみて、いいですか、いいですか、やったね、感想です、ぜひ感想、しかも一番うまそうなの食べます、あ、濃厚、うまい、うまいですね、うまい。ありがとうございます。作ってないじゃん。ねえ、同い年だよね。そうなの？作ってない。あ、一つ。うん。まあでも同い年だ。あ、コウ君と一緒じゃん。一緒。あ、なるほどなるほど。じゃあ同じだ。そっか。なんかね、でもね、DJ だけじゃないんですよ。走るんですよ。あ、マラソン。ねえ、マラソン走るよね。それはガチの42.195 走る、そうそう、フルだから、フルだから萩城下町マラソン、あれはハーフだけど、まああれも、へえ、いや楽しいでしょ、楽しいでしょ、俺もルームランナー買ったんですよ、朝で届くルームランナー、いや29,800円、あ、そんな、俺この前スニングマシンと検診してますね、ハウス、8000円ぐらい、1万円ぐらい、1万円ぐらい、どっか、ファイティングローだ、いや、わかんない、メーカーわかんないけど、なんか1万ちょい安いんだって、なんかこのひょろひょろの体型をなんとかせんじゃないかな、萩の前にやらないなんとかなった、なってなって、筋肉痛だけっすから、まだ来てるのは何の話かわからない、とりあえずまあ毎週やってるんでね、毎週告知してください、毎週日曜日の大体14時、2時ぐらいから、ね、あの萩のジャンティーク、ハメジャンティークさんで、のんびり夜8時ぐらいまで長く DJ してるんで、よかったらコーヒーをもらって、はい、Twitch で配信もしてるんで、 Twitch でね、なんで Twitch でジャンティークって立てるの、スイッチでカフェジャンティークでアカウント作ってあるんで、あ、なるほど、スイッチでカフェジャンティークってやったら毎週日曜日ね、yes. 見れるし、今までのも載ってるんかな、それは、いや、アーカイブはね、残してない、残せない、残してない、あ、なるほど、じゃあまあそういうことなんで、日曜日はね毎週やってるみたいな、皆さん、はい、午後からね、午後から、午後から行ってたんで、皆さんぜひと見てください、よろしくお願いします、感じで今日はのび君を突撃しました、びっくりしたちょあんまり驚いてなかったっけいやいやいや、びっくりびっくり、どうでした？ TV また。